く人ですか。ああ、任務完了だ。送信機はここにある。ついにやりましたね。めったにないほどのいい知らせですよ。お見事です。一人では成し得なかった。エイレン、リース、偵察チームに加わった新しい兵士を紹介しよう。相当に見込みがあるやつだ。適切な導きがあれば最良の同志となるだろう。偵察だって？何を調べるんだ？気にしなくていい。まず私とリースの話を聞いて、それが終わったら全て説明されるでしょう。へえ、じゃあ残ると決めたわけだ。取るものを取っておさらばかと思ったよ。お互いハグでもして手打ちにするってのはどうだ？好きなだけふざけてろよ、マッチョ野郎。任務の一つや二つこなしたところで俺の心は動かされやしないぜ。リース、もうたくさんだ。好き嫌いに関係なく共に働くことを学んでいくべきだな。そしてお前の方も BOS の一部になるとはどういうことか理解しておく必要がある。我らは金で雇われた兵士ではない。一つの軍隊であり、厳格な倫理規範を命を懸けて守るものである。共にありたいなら、その心情に一抹の疑念もなく従わねばならないのだぞ。分かっている。素晴らしい。とはいえお前がすぐにでも仕事を始めたがっているのは分かる。単刀直入に要点を言おう。何者であれ、私が配下に求めるのは2つ。誠実さと敬意だ。列を崩さず共に歩む。命令を受けたらそれに従う。シンプルな話だ。さて、任務のためにお前をヘイレンとリースに引き渡す前に、あと一つだけすべきことが残っている。これよりお前にイニシエイトの位を授けるものとする。まだ訓練段階の位に過ぎないため、これ以上のものを与えることは許されていない。なぜイニシエイトより先に昇格させられないんだ？イニシエイトより先に昇格できる権利があるのはエルダーだけだ。送信機を稼働させた後で通信を行う。そうすれば今何ができるかがわかるだろう。文句はない。素晴らしい。アドビクトリアム、イニシエイト。奴にはそいつの意味さえ分かってないんだよ、ヘイレン。アドビクトリアムとは勝利のためにという意味だ。我々の辞書に敗北という文字があってはならない。なぜなら我々は人類の未来のために戦っているからだ。我らの掛け声はお前のどんな武器より強い。そのことを忘れるな。あとは次の任務のためにヘイレンとリースへの報告を頼む。では解散だ。キリエ、何を企んでいるんだ？企んでる？どういう意味だ？いつもなら一目見ただけでどういう人間か判断できるんだが、あんたは違う。それが気になって仕方ないんだ。あんたは軍隊っていう感じじゃない。一匹狼だ。だからわからないんだ。あんたがどうしてここに残っているのかがさ。欲しいものも手にしたのにどうして出ていかないんだ？いつの日か息子を見つけるには BOS と一緒にいるのが一番いいような気がするんだ。やれやれ、理由に関しては随分とご立派だな。いいか、ダンスがあんたを信頼してるから多めに見てやる。だが規則に従わずブラザーやシスターを危険にさらすようなことがあればあんたを必ず後悔させてやるからな。ではすぐに任務を開始するか、ヒーローさん。何か文句でもあるのか？お前の考えがよくわからないのでな。突然現れていくらか敵を倒したと思ったら急にパラディンダンスと仲良くなった。本気で BOS に参加しているのか、それとも何か探し物を見つけるチャンスを伺っているだけなのか、わからない。いずれにせよお前がいくつか任務を経験するまでは見張っておくつもりだ。さて、用意はいいか？準備はできている。よく聞け。好き嫌いはさておき、我々の最重要任務の一つは連邦にゴミどもを近づけないことだ。つまりミュータント、グール、人造人間、
クソ知識人どもがおもちゃで遊び始めた時に生まれたアボミネーションのことだ。この任務はシンプルだ。ターゲットまで送ってやるから、奴らが故郷と呼ぶもの全てを消せ。必要な情報は全てここにある。仕事が済むまで戻るな。助けてくれ。もうこれ以上は何も言うな。俺にな、お願いだ。助けてくれ。こいつは人造人間なんだ。あまり喋りたい気分じゃないんだ。俺と家族に成り代わるつもりなんだ。子供たちが彼らのことをもう一言でも言ってみろ。いいか、こいつが人造人間で俺の代わりになろうとしてやがるんだ。お願いだ。俺を信じてほしい。こんなことさせないでくれ。待ってくれ。こっちはあんたの味方だ。とにかく本当のことを話してくれればいい。そうしたら手伝えるかもしれない。言っているだろう。俺は人造人間じゃない。頼む、信じてくれ。みんなとりあえず落ち着こう。誰も死ぬ必要はない。ダメだ、こいつは俺を殺すつもりだ。何が何でもな。ここで奴を殺すべきなんだ。機械の言葉なんか信じるな。あんたを信用させるためなら何だって言うぞ。まずはどうしてこうなったのか教えてくれるか。こいつが。分かった。俺はバンカーヒルに向かってたんだ。そして曲がり角を曲がったらこいつがいた。俺自身さ。それから銃を抜いていつでも撃てるようにして、あとは何もかもあっという間だ。かなりの時間取っ組み合いになってたが、そこは俺が勝った。あとは何て言えば説得できるのか分からないな。人造人間はこいつだよ。さあ邪魔はしないでくれよ。とにかく銃を下ろすだけでいい。そうしたら話をしてどうするか決めよう。俺は分かった。銃はしまう。ああ助かった。あとは墓を2つ掘るだけだな。
安と奉仕に努めます。保安と奉仕に努めます。保安と奉仕に努めます。保安と奉仕に努めます。取引しない？最近はどんな知らせがあるんだ？もしコベナントに行ったことがないのならぜひお勧めするわ。私に言わせればこの辺りで唯一文明ってもんが残ってる場所よ。それで何か買ったり売ったりする気はないの？品物を見せてほしい。それじゃ。場所は何か危険な香りがします。
ありませんね。